しめじ、きのこたっぷりのタラの炊き込みご飯を作りたいと思います。詰めて火にかけたいと思います。よし。醤油、みりん、酒、だしって書いてあったのに入れ忘れてます。どうしたらいいんだこれは。炊き込みご飯ができる間に今日は読書をします。これも今読み終わった本です。読み終わったのをアンダーラインを引きながら読んでるんですけど、星マークとかこれを大事なところを切ってます。切って貼って後で見返せるようにしてます。その本の響いたところを切って貼ってます。もったいない感じするんですけど、もう一回読み返すことってあまりないし、こうやってやった方が頭に入るよって僕の先輩に教えてもらったので実践してます。なんでまだ切ってないところが昨日途中だったので、これから切っていきます。次の本はこれです。僕は美容室のお店を2店舗やってるんですけど、そのメニューとかそういうののお客様がいいな、やりたいなって思うようなのが隠れてるんじゃないかなと思って買ってみました。読んでみます。よいしょ。ん？でも美味しそうな、いいんじゃないかな。もう骨がないタラって書いてあったんだけど、ちょっと骨出てるの。取ります。いただきます。いただきます。
あるある。パパ持ってくる。そこそこに置いてある。あるよ。うん、うん。ママの林らしさ、お玉。ありがとう。ありがとう。どう？やっぱり柔らかいね。もう美味しい。美味しい？もうちょっと。美味しい。なんだろう。味付けがあるといいかな。実はさ、うん、具を全部入れた後にさ、醤油とか何も入れてないことに気づいてさ、見てな、見て後入れしたからなんか味が変だったよ、ね、見てだからか、うん、見て食べれる食べる見て、うん、ネズミさん、これが食べた時にこれがゆつかちゃんの、これがゆつかちゃんのママで、これがゆつかのパパで、うん、なんか今日ねえはいねえ、はい、あのさ、これがゆつかのママで、これがゆつかのパパで、これがゆつかちゃんで、これが、うん、とあやとくんで、これがなつみちゃん。一緒に卵スープ飲んだ。飲みな。あ、両手。どう？はい、ちょっと味見てください。ありがとう。よし。リニューアル。さすがですわ。今日ぶっちゃけおにぎりお店で食べれる気がしなかった。ちょっとテンション下がるみたいな。ゆつかちゃんさすがですわ。さすがですわ。ママさすがだね。ママ天才だわ。ご飯の柔らかさはもう戻せないけど。じゃあ、うん、どうやってネギネギするの？パパに教えてもらったらあそこにいるし。どうやってネギネギするの？じゃあお手手で持って、何左手？こっちの手、お手手でこうやって持って、ここにご飯乗っけるね。待ってね。パパもね、おにぎりの作り方よくわかんないんだよ。このママに聞こうね。よし。包んで。お願いします。毎日そうやって握ってくれるパパに、うん、いい嬉しい。もう一回するの？ん？もう一回する。これしたらいいよ。はい、優しく握り、優しく。あすいません、ご飯の神様。違うよ、全部食べますって。うん、全部食べます。ご飯の神様。えちゃん、おにぎりです。おにぎりです。飲むに向かって、あとこれ、うん、え、これ、あとこれもいっぱい持ってる。